よろしくお願いいたします。3人で大好きな曲やっておりますけども、風、それからかぐや姫が好きな3人組でございます。じゃあ、トップをやっていきましょう。では次はですね、伊勢俊郎さんの代表的な曲でございます。ささやかにお願いします。Thank you.
にさようならって言えるのはどうだっけ。明日になってまた仲間が抱かれて触れたらきっと言えなくなってしまう。私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の夢の中にあった幸せにすがりついてしまった。誕生日に12本の豆作を食べて、一つ一つがみんな君の人生だねって言って、17本目からは一緒に火をつけたのが昨日のことのように、長すぎた春と言えるだけです。あなたの知らないところへ嫁いでゆく私にとって、小さな風船が高くなった。
Thank you.
「